何この抱っこひも。えこれどんだけ進化してんねん30年で。これでも昔の自分でどうやってつけてたの。エロだいやいや、これパパに取ってもらってるキモい。動いてる数字。はい。はい。よう泣かへんな。はい。見た、めちゃくちゃ石頭やん。え、これ数字入ってる？まあ、今まで。動いてる動いてる。いた。いた。いた。ほら泣いてるやん。どれ？前前前。どうしたんこれ。これギューッとギューッと。痛いよな。ちょっと待ってや。何この抱っこひも。え、これ。どんだけ進化してんねん30年で。これ前で前でだいぶ。うわ、めっちゃ痛いわ。めちゃくちゃ髪の毛引っ張られてる。え、これおっぱいおかしいことなってない。エロない。昔の人だからこれおっぱい丸まかりだ。もっとここら辺でこうね。紐をもっとギューって引っ張って。ああ、待ってよ。こういうことね。うん。で、これをママがつけてて、うちが背負われてたってことやろ？そう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 。よいしょ。これが1986年時点の抱っこ紐。おんぶ紐？あ、おんぶ紐。待って。これでも、昔の自分でどうやってつけてたの？だからこの高いとこに、この下に入れて寝かして。めちゃくちゃ喜んでるって。初めてやねんけど、おんぶしたん。いいね。こっち向いたらそっち向く。はい、こっち向く。はい、こっち向く。はい、令和の坊です。初おんぶ。ありがとう。ものすごい喜んでる。ということで、おんぶひもの紹介。ちなみにこれ何本ぐらいで買ったの？さあ、覚えてないな。すっごい喜んでる。どんな顔してんのか、これみんな楽しみやけど。こうして自転車乗って。連れてくんやん。すごいな。でも全然いけんな、これで。ベロア生地でめっちゃ可愛い。これ黒、うん、深緑。グリーン深緑。可愛いな、レトロで。レトロで可愛いけど、ちょっとエロない？だから前はもう。いやいや、これパパに撮ってもらってる。キモい。大きいのを上から。あ、バサって、着とかんとな、ちょっと恥ずかしいよな。進化したな。笑ってる。変なやつ。今の笑うとこやねんけど、そこは違うかった。ありがとう。おかしい。面白い。外すのどうしたらいい？座ったらいい。この前前前。外すで。うん。で、離すで。うん、離して。後ろも取ってもらえなかったな。これ大変。楽しかった。ずっと見てるわ。すごいな。おもろいから、それしてどういうとこやずっと。邪魔や。うん。でもこんなん珍しいやん、めっちゃ。でもまだ。せやけど、他のは売ってるけど、うちらが代々使ってもこれしかないやん。邪魔じゃない？ちょっとカビ臭いカビ生えてんの？カビ生えてへんけど、直してたからほら。直せるよ。ああ、わかる？なんか実家のタンスに。そうそうそう。今バイバイ。はい。変な人は可愛いね。まだそんなんで。よいしょ。はい、切るで。